こんにちは、柴田です。今回は80年代当時のフェンダージャパン最上位機種のストラトのレビューです。おはようございます。このストラトはですね、 E シリアル86年から87年に不次元で製造されている当時の最上位機種です。どうですか、この雰囲気。オーラがすごいですね、この焼け具合。このギターはシックスキンフィニッシュというですね、ちょっと変わった塗装のされ方をしていて、下地がポリ、その上にラッカーで着色してクリアがさらに吹かれていると。二段階層になってるんですよね。それでこの独特な焼け具合、雰囲気が出てるんじゃないかなと。やはり最上位機種なので非常にね、手間がかかっております。その手間に加えてスペックもね、非常に素晴らしくて、ピックアップは USA のものが乗っかってます。そしてボディはホワイトアッシュでね、ネックがね、ハードメイプルですよ。めちゃめちゃ硬い感じがします。ボディもね、目が詰まってるんでしょうね。非常に重くて、このギターなんと 4.7 キロあります。ホワイトアッシュとハードメイプルのネック、重いんですけど、それによってね、やっぱりローがしっかりと出てくるという風な感じです。ポットは CTS、 そしてセレクターは CRL になっておりまして、そこもね、最上位機種だなという風な感じです。で、ペグはリアル F キーという感じです。そして最上位機種の特徴としてはですね、このロゴがデカール1枚なんですよ。見てわかりますかね、1枚のデカールになっております。通常はですね、このフェンダーのロゴと、ここのストラトキャスター。これね、分かれてるんですけれど、1枚になってるっていうのは非常に珍しいですね。雰囲気があるギターなので、ちょっと寄ってご覧いただきたいと思います。ヘッドから行きましょう。非常に綺麗な状態で残っております。で、指板はローズウッドですね。めちゃめちゃ濃いです。やっぱ当時はね、いい木材使ってますね。塗装をね、見ていただいて、この辺のひび割れなんかもね、雰囲気あります。この焼け具合がね、独特な塗装から出ているんじゃないかと。そしてブリッジ。フェンダーの刻印が入っております。非常に状態がいいですね。雰囲気は出ながらも、ちょっとハード面はね、しっかりと綺麗に残っております。続いて裏です。リアル F キー、めちゃめちゃ雰囲気ありますね。すこぶる調子がいいです。でね、目もね、非常に綺麗です。ネックの目がね、非常に綺麗。ハードメイプル。そして3点止めになっております。後ろのね、焼け具合も非常にかっこいいですね。それでは音を鳴らしていきたいと思います。
Thank you.